じゃあ準備 OK になりましたので、はい、カルパネルラさんによる、ファールタイプメタプログラミングです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パール5のメタプログラミングについて話をさせていただきます。珍しいパールのトークなんで、よくぜひ聞いてくださいっていう感じなんですけど、まず今回英語でスライドを書いてきたんですけど、まあ、もし、ね、日本人以外の、まあ、英語しかわからない方がいらっしゃったっていう話をしようとしたんですけど、なんか日本人以外の方いらっしゃなさそうなので、この話は飛ばします。カルパネルラっていう ID で、よく Twitter とか GitHub とかにいる人です。で、C パンだとカルパっていう ID でやってたりとかしてます。パールとか JavaScript とか Java とかをいじってる人です。で、モアイファクトリーっていう会社で働いてるんですけど、9月1日付でリードエンジニアになりました。そしてありがとうございます。いや、仕事ではそのソーシャルゲームの開発だったりとか、その周りをよくやっております。あとロックバンドもザ・ボンズイズっていうロックバンドをやっておりまして、なんかこんな感じのバンドとかもやってたりします。あと五反田 PM っていうパールのカンファレンスも主催しておりまして、第1回今年の6月に立ち上げたんですけど、第2回を来月9月17日の水曜日にやりますので、ぜひこちらもこちらお越しください。で、シャープ五反田 PM っていうハッシュタグで開催告知とかやってますんで、もう参加登録とかできますんで、ぜひご参加ください。で、あと出版には最近だとトムルっていうなんですか、JSON みたい、JSON とか YAML みたいなやつのもうちょっと読みやすい版みたいなやつがあって、で、そういうやつのパーサーとか。それのトム PM っていうのがもともとあったんですけど、それのメンテナンス引き継いだとか、なんかそういう感じで、なんかこういうモジュールをメンテナンスとかしています。で、僕は昔からというか2011年にモアイファクトリーに入社したんですけど、そこから LT やって、で、個人スポンサーやって、トークやって、で、今回トークとともに今回ボランティアスタッフもやらせてもらいまして、結構年々すごいいろんな場面で楽しませていただいています。すごい楽しい感じなんですけど、まあ、今回結構本気でベストスピーカーを狙いに行って、こういうトークにしたっていう感じなので、まあ、ぜひ投票してください。もしよかったら投票してくださいっていう感じではい、じゃあもうそういう感じで始めていきます。よろしくお願いします。で、メタプログラミングって何かっていうのを、まあ、ご存知ある方いらっしゃいますか？結構皆さん分かってらっしゃる感じの人が多いっぽいんですけど、念のために説明しておくと、メタプログラミングっていうのは何かっていうと、プログラムをプログラムでいろいろいじるっていうプログラミングです。で、例えばサブルチンをプログラムで動的に定義したりとか、パッケージをプログラムで動的に定義したりとか、あるいはまあ、メソッドを変数とかから指定して、まあ、呼び出したい、関数を変数名とかから指定して呼び出したいとか、そういうプログラミングのことです。あとはすごいコアなものになると AST を書き換えるっていうプログラムに書き換えるっていうこともできたりするんですけど、まあ、今回はそれについては触れません。そしてですね、まあ、例えばメタプログラミングが実際に使われているモジュールって C パンにどんなのがあるかっていうのを、まあ、ざっくり出してみたんですけど、コンスタント PM とかエクスポーター PM とかペアレント PM とか、よく、まあ、皆さん普段から使うようなすごいメジャーなモジュールから、まあ、クラスアクセサー系とか、クラスモップ、まあ、ムースとかですね、とか、あとクラスメソッドモディファイファイアーズ、モジュールスプライテスト、モックオブジェクト、テスト、モックガードとか、まあ、テストで使うようなモジュール、あとアパッチドックフォーマットコンパイラーとかテンプレートキットとか、まあ、テンプレートキットは結構身近だと思うんですけど、まあ、アパッチドックフォーマットコンパイラーとか、結構ウェブアプリと裏側で使っているようなモジュールとかも結構メタプログラミングが活用されて作られています。まあ、これだけ、まあ、すごいいろんな場面でパールではメタプログラミングが活用されているんですね。で、まあ、パールっていうのは、まあ、今見てもらった通り、まあ、メタプログラミング文化と言えるんじゃないかっていうのは僕は思ったんです。まあそういう話もあるかもしれないんですけど、まあ
でも、でも僕たちはメタプログラミングによって何を手に入れることができるのかっていうのが、まあ、気になるところだと思うんですけど、例えば、まあ、DRY 原則ってあると思うんですけど、Don't repeat yourself、まあ、同じコードを2度書くなっていうあれですね。例えばなんか404を返すメソッド、403を返すメソッドみたいなやつって結構コッペで済ませちゃったりしがちなんですけど、そういうのが大量にあったりするときって、あ、プログラムで動機的に動的にそういう404を返すメソッド、403を返すメソッドっていうのを定義した方がやっぱり、まあ、増えたときにも楽だし、減らすときにも楽だし、まあ、ミスも少なくなるっていうので、まあ、すごい便利だったりします。あとは内部 DSL を書くときとかもやっぱりメタプログラミングの知識が必要になってきます。で、内部 DSL を作ることによって、まあ、より読みやすいコードを書けるようになります。あとは、プリプロセス、プリプロセッシングというか、まあ、事前にある程度のことを処理しておいて、処理した上でメソッドを生成することによったりして、まあ余計な処理をメソッドを呼び出したときに走らないので、まあ、より高速に動くコードを生成できたりとか、まあ、そういうことができます。ちなみにこのプリプロセッシングとかやっている文字の代表的な例としては、テンプレットゥールキットとか、あとはアパッチドグフォーマットコンパイラーとか、そういうモジュール、さっきの、この下の下から2番目のモジュールでよくそういうことが行われています。まあ、つまり言い換えれば超自由なんですね、メタプログラミングって。で、エレナ・ルーズベルトっていう人が、まあ、ルーズベルト大統領の妻の人なんですけど、まあ、その人はこんな言葉を残していまして、 With freedom comes responsibility ということで、まあ、自由には責任が伴うっていう感じの意味合いの言葉ですね。まあ、自由なんで逆にそれがそのまま悪い点にもなって、まあ、解読不能なコードを作ってしまいがちだったり、まあ、汚いインターフェースの内部 DSL とかを書いてしまうと、まあ、とても読みにくい、とても読めないコードを生成したりしてしまったりとかしますし、あとプリプロセスで何でもかんでもやろうとしちゃうと、例えばサーバーの再起動の時とかに、なんか10秒経っても20秒経ってもサーバーが立ち上がってこないみたいな、すごい起動が遅いコードとかを、まあ、間違って生成してしまったりっていうこともあります。なので、まあ、使い方をよく考えて使う必要があります。まあ、今言ったようにメタプログラミングってやっぱり難しいのもあって、非常に自由だし、まあ、何でもできる。あとは複雑になりがちっていう面もありますよね。でもなぜ我々にはメタプログラミングが必要なのかっていうので、まあ、よくモンキーパッチというか、一時的にこのモジュールのこの部分がなすごいなバグがあったらしいとか、このモジュールがなんかすごいなんか今このケースではうまく動かないとか、そういうケースの時パッチ当てたいと思うんですけど、実際にそのソースコードに手を入れてしまうと、実際には何十台っていうサーバーを同時に運用することになったり、あるいはサーバーの追加や削除を行うことになったりするので、そういうふうに管理していると、いずれ管理ができなくなってしまうので、ソースコードに手を入れたくない、でもパッチは当てたいっていう状況が生まれてくると思うんですね。で、そういう時にメタプログラミングを使うことによって、まあ、こういう問題を解決できます。あとは、まあ、大量のメソッドを、まあ、生成したいとき、例えばさっき言った HTTP ステータスをものもやるようなコードを生成したいときとかも、まあ、非常に便利です。大体似たようなことをやるメソッドを大量に生成するときっていうのは、メタプログラミングの技法が使えます。なので、まあ、コツとしては、まあ、テストをかけっていうのがまず一つで、あとはなるべく既存のモジュールで問題を解決しましょうというのが2つ目です。まあ、なるべくなんですけどね。あとはなるべくモジュールとして部品として作って、それをシンプルに保つ
ていうのが、まあ、メタプログラミングする上で、まあ、非常にコツとなる部分だと思います。もしシンプルにできない場合は即座に諦めましょう。そして、まあ、そういうシンプルにできないケースっていうのはもっと細かく問題を分解できたりとか、あるいはもっと根本的な問題があります。というわけで、どのようにパールでメタプログラミングをやっていけばいいのかっていうのためことを説明するために、まあ、そのための部品というか低レベルの API から、それらが裏側で使われた、まあ、使いやすい API モジュールを紹介していきます。まずは、まあ、一番シンプルなものとしてまあ、ストリングイーガルを挙げたいと思います。まあ、例えば、ストリングイーガルはプリプロセッシングに、まあ、よく使うことができて、アパッチドクフォーマットコンパイラーやテンプレートルキットはテンプレートとなる文字列から分岐を最小限にしたコードをテキストとして生成して、それをイーバリューエットすることで、まあ、最小限のコードしか実行しないコードディファレンスを生成したりして、それをキャッシュしてそれを実行するっていうことをやってるんですね。ちょっとコードがないとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、そういうことをやってます。で、あとは同様に、まあ、パッケージを定義したりとかサブルチンを定義したりとか、そういうこともできます。もちろん無名クラスみたいなものももちろん定義することができて、まあ、ムードールとかムースドールとかそのあたりでも使われてたかな、使われてた気がします。これちょっとよ、ちょっとな怪しい情報なんで、あんま覚えないでください。他にもなんかいろいろできます。自由です、自由です。まあ、こんな感じで、まあ、自由ストリングを実行する方法として実行するようなやつなんですけど、まあ、すごい自由ですごい便利なんですけど、まあ、怖いところがあって、パールのコードを eval することにユーザーが自由に入力できるようなコードテキストがあったりとかすると、混ざったりすると、まあ、パールのコード任意のパールのコードを実行できてしまうっていうリスクはやっぱりあるんですよね。まあ、当然ながらあって、でそれはすごい気をつけましょうっていう感じですね。というわけで、じゃあ実際どういうふうに使うのかっていうのをデモします。まあ、一番シンプルな使い方としてはこんな感じですね。まあ、テキストとしてコードディファレンスが、コードディファレンス使って、まあ、名前を受け取って、まあ、ヘドなんちゃっていう感じで文字列を生成して返すだけのシンプルな関数ですね。で、それをイーバルすることによってこの部分が実行されてコードディファレンスが変えるので、それを受け取って呼び出してあげれば、まあ、ハローユースケベと出るはずって。はい、出ましたね。こういう感じで使ったりとか、あとパッケージを定義するとき、まあ、これはスプリントエフと組み合わせて使ってますが、こういう感じで、まあ、パーセントエスとかでやりつつ、まあ、ついでなんでネームエスも定義しましょうという感じで、この前の前で発表したコバケンっていう人がいるんですけど、アクメコバケンっていうモジュールをこうやって動的に生成してあげて、ね、ネームメソッドを呼んであげれば、マイネームイズアクメコバケンって言ってくれるはずっていう感じですね。まあ、こんな感じで、実際に存在しない、しなかったパッケージをこうやって動的に生成することができます。シンプルじゃないや、シンプルか。あとはさっきにも言ってた最小化されたコードっていうのもあるんですけど、例えばここの部分にコードを入れたい、ここに、ここの部分で実行したいコードがあったとして、そのコードを実行したいときと実行したくないときがあるっていうときに、例えばここでスイープ、3秒スイープするようなコードを入れたいときと入れたくないときがあるっていうときに、ここで、例えば、スイープ3の if、ホゲとかなんか
分岐を作ってもいいんですけど、この分岐を処理するっていうのが何回も走ることになるんですね。このサブルーチンを実行するごとに走ることになるんですね。でそれってまあ普通は問題ないんですけど、ここがパフォーマンスのボトルネックになるようなケースは、まあ、こういう感じでストリングとして、まあ、コードを埋め込んだり埋め込まなかったりとかして、そもそもそのコードを削ってしまうっていう手段があります。でそうすることによってそもそもその分岐が実行されないので、その分岐がない分ある程度速くなる。だからこういう使い方もストリングインバルではできます。なのでこのコードは3秒スリープして実行されたり、3秒スリープせずに実行されたりっていう感じでこうなりますね。で実際に実行してみると、まあというスケールで表示されたりとか、あ3秒入ることが来た、はい、3秒待ってからハードリーをつけてて表示されたりとか、まあ、こういう感じのことができますと。まあ非常に便利ですけど、非常に自由なんで基本的には使ってはなりません基本的には使ってはなりません。あとユニバーサルっていうものがファールにはありまして、このユニバーサルっていうパッケージ、これパッケージ名なんですけど、このユニバーサルっていうパッケージは全てのパッケージのベースクラスになってます。なのでユニバーサルにメソッドを定義すれば、まあ、全てのネームスペースからメソッドが、このメソッドが呼べるっていう感じになってます。でデモします。なかったじゃあ今ライブコーディングします。おーし、まあ、XXX っていうパッケージを定義してあげて、まあ、ユースと一致して、どうしようかな、いや、で、まあ、なんか、XXX っていうパッケージがありますと、まあ、普通、まあ、こうするか、ユニバーサルの、サブのエクセル、ヘローとかやるとヘローっていう感じでなる感じのファンキーなメソッドを用意して、パッケージメインのまあ普通にユースと一致してあげて、なんだっけ XXX かヘローってやると、まあ、呼べるはずっていう、ここには定義してないのにね、ここには定義してないんですけど、まあ、呼べるはずっていうのがユニバーサルですね。ね、ユースフィーチャー制してない、パールの 5.10 から制っていう関数が入りまして、まあ、ユースフィーチャー制っていうことで使えないんですけど、まあ、プリントをしつつ鍵をコード入れてくれるっていうやつですね。まあ、ヘローって言ってたと。こんな感じで、まあ、自由に読み出せるんですけど、例えばこれ使っている有名なモジュールに L っていうモジュールがありまして、ちゃんと入った、こんな感じですね。まあ、ユニバーサルパッケージに、まあ、この後紹介するオートロードっていうやつを組み合わせて、まあ、L っていうやつをロードしておけば、なんかまだ読み込んでないモジュールも動的に読み込んで、まあ、その普通に書いたように使えるっていうやつですね。これさっき、メインホールでトークしてたソンムーさんが作ったやつなんですけど、ソンムーさんと徳井桃さんかが作ったやつなんですけど、まあ、非常に便利なんで、まあ、こういうツールもあるよっていう感じで、まあ、ちょっとした紹介だったんですけど、こういうのもあります。よし、戻ろう。でこういう感じでデモがこれからたくさん続きます。で、あと、シンボルテーブルっていうものがパールにはあります。これは、パッケージにあるすべての定義情報が入っています。で、こんな感じで、パーセントメインみたいな感じのパッケージ名のコロンコロンっていう感じの名前の、キモい名前のハッシュに、すべての情報が入っています。
でどのような形が入っているかっていうのとタイプグローブっていう型グローブっていうやつで形式で入っています。そしてこれは書き換えることができます。書き換えることができます。怖いですね。書き換えることができるので、まあ当然、まあこのシンボルテーブルを作ってあげたりとか、シンボルテーブルの中の型グローブ経由でサブルチームを書き換えてあげたりということができます。で、型グローブっていうのは何なのかっていうと、またパールロックパールデータに詳しいことは書いてある、パールロックのパールデータっていうドキュメントに詳しいことが書いてあるんですけど、type of to hold an entry symbol table entry っていう感じで、まあ、シンボルテーブルにあるやつが入ってるよっていう感じで、例えばある名前に対するデータが全部入ってるので、アスタリスクっていうのがタイプグローブなんですけど、アスタリスクフーはダラフーとアットフーとパーセントフー、つまりスカラーのフーとアレイのフーとハッシュとしてのフーの情報が全部入っているっていう感じですね。なので、まあ、当然書き換えることができるということでデモします。で、例えば、XXX っていうパッケージがありますと。あ、これ豆知識なんですけど、サブルチンの定義にパッケージ名を含めることができるので、例えばメインパッケージから XXX のパッケージを定義するみたいな感じのことは、これだけでできます。豆知識でした。こんな感じで、まあ、シンプルにメソッドを定義してあげて、呼び出してっていう感じでやったりとか、あとはシンボルテーブルから、このネームっていうメソッドの情報を取っていきたいときは、まあ、シンボルテーブルの XXX の、まあ、端になっているので、ネームって呼び出してあげると、その型グローブが取れるので、その型グローブをデリバレンスして、そのコードの部分を参照してあげれば、これを直接呼び出すことができるっていう感じですね。でもちろん、こういうなんか回りくどいやり方じゃなくて、直接型グローブを参照することもできます。なので、これを実行すると、my name is xxx って出て、ここシンプル出て、ここでも my name is xxx って出て、ここでも my name is xxx って出ると。発音がつらい。ベーシックドットピエルティアと、まあ、こんな感じで、まあ、データダンパーで中身を見てみると、こんな感じで、まあ、もともとあったフっていうメソッドの定義と、ネームっていうメソッドの定義が見えると。感じですね。ちなみに、この、型グローブを、ローカルってやつで書き換えることによって、このスコープ内でだけで、このメソッドの定義を上書きするっていうことができます。これはよくモンキーパッチを当てるための、行動としてよく、多分デファクトだと思うんですけど、こんな感じで、このスコープの中でだけは、ネームメソッド、XXX のネームメソッドは、まあ、my name is evil っていうテキストリングを返しますと。いう感じのことができます。もちろんスコープを抜けたら何もせずも戻ると。こういうことができます。なので、間違えた。オーバーライドってやると、オリジナルでは my name is xxx ってやるんですけど、そのスコープの中でだけ書き換わって、またスコープを抜けると元に戻る。っていうことができます。で、これはシンボルテーブルを直接操作しないと多分できないですね。で、あとは、これなんだっけ。あ、そうだ、これだ。パールにはソフトリバレンスってやつがありまして、こんな感じで、ストリングから、あらゆる、ストリングを変数名として使えるっていう、ソフトリバレンスっていう機能がありまして、まあ、それで、入力、stdin から入ったメソッドを定義して、入った名前でメソッドを定義して、それを、
呼び出すみたいな。でこの場合は鮭っていう、鮭っていうメソッド名を定義しないと、あの呼び出せずにそのまま鮭ってメソッドねえよって言われるっていうやつですね。なんでここで入力求められるんで、例えばリアとかやったら鮭ってメソッドねえよって言われて、寿司ってやっても当然ダメで、じゃあ鮭って入れたらちゃんとディスイズ鮭メソッドって出るみたいな感じですね。あとはさっきなんか微妙に出てきたオートオードってやつがあります。これはサブルチンが存在しなかった時に呼び出されるメソッドです。これもデモします。デモします。デモします。はい、どこだ、オートオードがあった。あ、これメソッドコードのオートロードして実装してるんですけど、サブルーチンとしても同様に実装できますっていうのが豆知識です。こんな感じで、そのネームスペースのオートロードっていうグローバル変数を定義してあげて、まあ、そこに呼び出されるたびに代入されるので、それを元に見てあげると。感じですね。で、このオートロードっていうのはパッケージ名も含まれた状態で渡ってくるので、まあ、パッケージ名の部分がいらない、メソッド名の部分だけ欲しいっていうときは正規表現に取り除いてあげるっていう感じですね。あ、ちなみにこの -R っていう正規表現オプションが、あの、Perl 5.14 から追加されまして、あの、この -R を使うと、この左辺は書き換えずに書き換えた後の値、書き換えた後の正規表現で、置換をかけた値の、やつ、正規、ごめんなさい。正規表現で置換をかけた後の値を返すっていう挙動をします。で、こういうケースで結構便利です。なので、例えば XX の ABC とか DX とか XXX とか、なんか謎のメソッド呼び出したりとか、あとこういうなんかスペースとかダブルクォートとか入ってる、あの、とてもメソッドとして定義できないようなメソッドをメソッド名として呼び出したりとかしても呼び出せます。もう、こういう邪悪なメソッド名つけないでくださいね。はい、こういう感じですね。オートロードには、まあ、パッケージ名とメソッド名が入っていて、まあ、このまで取り除くと ABC になるとか。で、当然最後の例も同様にできると。まあ、最後の例みたいなやつは、あの、コロンが間に入ってたりとかする、メソッド名に入ってたりとかすると、やっぱりダメなんですけどね。まあ、そういう場合は作らないようにしましょう。怖い、何でもできる。で、今シンボルテーブルを直に触ってきたんですけど、これに対するインターフェースを提供するモジュールがあります。それがパッケージスタッシュです。で、雑な説明なんですけど、デモします。早い。例えばこのスクリプトではパッケージスタッシュをユースして、まあ、これは ABC っていう今まだ存在しないパッケージを定義してますね。パッケージを新しく作って、まあアンドネーム、つまりネームメソッドを、ネームサブルーチンをこういう感じで、その ABC に定義してあげて、myName is なんちゃらという感じで、まあ、第一引数を sprintf に入れるみたいな感じのことをやったりとか、あと、ダラメッセージっていうシンボルを定義して、hello って言わせたりとか、hello っていう値を入れたりとか、あとは、当然、アドルシンボルもあれば、ゲットシンボルっていうのもあって、まあ、ネームっていうやつを取ってきたりとかできます。で、これはコード、まあ、こうやってやったときは、コードリバーに使っておいて、で、これを例えば、ダーエムメッセージとかやったら、さっき言ったハローってやつが取れます。で、ここでは、ネームが欲しいので、こうやると。ネームもコードリバーに返ってきているので、
こういう感じで呼び出せると感じですね。で同様に ABC の、メッセージにも同様にアクセスできると感じですね。あ、ちなみにここでノーワーニングスワンスしているのは、あの ABC メッセージはあの上で動的に定義してますけど、あのここでしか使われてないのでパールが警告を出してくれると、タイプじゃない、あのタイプじゃないのかって警告を出してくれるんですけど、これはタイプではないのでこういう感じで警告を抑制してます感じで、まあ、このケースではマイネームズ ABC っていうのが普通に呼び出した時に来て、でメソッドをコードリファレンスを渡して呼び出した時も同様にできて、つまりコードリファレンスが、まあ、正しいコードリファレンスが得られているという証拠ですね。で、まあ、これもちゃんと動的にメソッドが定義できたと。で当然今のコードで、まあ、ここただのストリングでやってますけど、ただここでなんかレスのなんかレスのダダアダダレスポン、まあレスポンスコードとかやれば、まあ4までとか4まで4とかそういうやつが動的にできる、そういう感じですね。であと10分なので急ごう。でもあともうちょっとだな。あとはもっとバックエンド、もっとバックエンドの話として B.PM っていうのがパールにあります。でこれはパールコンパイラーバックエンドってあのアブストラクトに書いてある、アブストラクトというか、まあ、書いてある名前のところに書いてあるんですけど、まあ、これ何を提供してくれるかっていうと、あのパールの内、パールのデータの内部構造に対するアクセサだったりとかを、アクセサだったり、ものもののユーティリティを提供してくれます。例えば SV っていうのがあのスカラーのことなんですけど、SV のスカラーの PV っていうのがストリングで、IV がインテージャー、NV がナンバー、RV がリファレンスとか、あと他、まあ、AV、アレイとか、HV ハッシュとか、GV とか、CV とか、IO とか、まあいろいろありますと。で、それらが BPV とか BIV とか BGV とかいうクラスと、クラスパッケージ、まあクラスの定義となって、まあ提供されてる。で、それ、それのインスタンスに変更を作るためには BSVF2Object っていう関数を呼び出すことで、そういう変えることができて、例えばコードリファレンスを BSVF2Object っていうのに渡すと、まあさっきの B なんちゃらのインスタンスが得られると。で、それで何ができるのかっていうのをちょっとデモします。何ができるのかって書き忘れた。ちょっと待って。まあ、こんな感じで、foo っていう関数を定義したとして、そのリファレンスを渡してあげると、そのスタッシュっていう、ところが、まあ、ネーム、そのパッケージの、パッケージの情報なんですけど、それの名前とか、あと GV のネームとかやると、それぞれ、それぞれ関数名と、よいしょ、はい、またユースピーチャーセーバー制でいう。こんな感じで、まあ、メインに定義されている foo ってやつだよっていう感じで分かる。で、これ、肝なのが、このリファレンスを受け取っている BSV レクトゥープオブジェクトっていうのは、リファレンスしか受け取ってないので、foo っていうやつが何者なのかっていうのを知らないはずなんですよ。で、この BSV レクトゥープオブジェクトで生成したオブジェクトから、内部構造にアクセスすることにより、まあ、どこで定義されたやつなのかっていうのが分かるっていうのが肝です。まあ、これを使って、例えば、なんか、このメソッドはどっかからエクスポートされてるけど、実際どこで定義されてるのかとかいうのがわかります。例えば、なんか今ここでやっちゃうと、リストユーティーとかのなサムとかあるじゃないですか。で、そのサムを渡してあげると、あ、サブじゃないよ。サムを渡してあげると、そっか、パッケージがない。そっか、エクセスモジュールだとダメだったりします。どうしようかな、何がいいかな、忘れた。じゃああれにしよう。バリアシンクっていう僕が提供しているモジュールが作ったモジュールがあるんですけど、
アシンクってやつがあって、それの定義情報を見ようとするとパラレルアシンクっていうパッケージでアシンクタスクっていうやつが実態ですよっていうのが出ると、こういう感じですね。でだんだん時間がやばくなってきた。クラスインスペクターってやつがあります。これはクラスの定義情報に対するアクセスをもっとさっきのやつよりも簡単にしたやつです。例えばメソッドズっていうメソッドの一覧を選びたりとか関数の一覧を選びたりとかします。でこれもデモ、疲れる、なんだっけ、クラスインスペクターだよね。まあ、XXX に Foo バーってあって、 XXX を継承した YYY ってやつがあって、 Foo とアンダーバーバーってやつがある。アンダーバーバーっていうのはアンダーバーが最初についているので、ファールの文化的にはプライベートメソッドとして扱ってねっていう印ですね。例えば XXX のなんちゃらかんちゃらっていう感じであるんですけど、これは実行した後に説明しよう。はまあ Foo っていうやつをつけると、まあ、全てを、まあ、Foo のパッケージ名を含めて Foo の名前が入られて、パブリックってやつにすると、まあ、パブリックなアンダーバーで始まらないやつがやる。で XXX は、まあ、アンダーバーのやつがないのでどっちの結果も同じと。で、まあ、ファンクションズは、まあ、そのパッケージ定義されたやつで、 YYY の方は継承関係をたどってくれる、メソッド数は継承関係をたどってくれて、まあ、こんな感じで得られると。でこのコードは後でアップするので、皆さん実行してみてください。はい、あとクラスメソッドモディファイアーズってやつがあって、これもビフォーとかアフターとかアラウンドとかそういう感じでメソッドのモディファイアをくれます。はい、でこれあとムースとかムーってやつがあって、これはメタオブジェクトプロトコルってやつを提供してくれて、パッケージスタッシュ、さっき紹介したパッケージスタッシュみたいな感じで、アドメソッドとかリムメソッドとかっていうのをメソッド経由でできます。でさっき飛ばしたんですけど、このクラスメソッドモスフィアキャーズと同様にビフォーアフターアラウンドなのでメソッドを書き換えることができます。でこれ2つまとめてデモします。でクラスメソッドモディファイアーズはZZZ っていうやつがあって、めんどくせえ。XXX の前に実行するコード、後に実行するコードっていうのを定義したりとか、あと YYY の値を、あとオリジナルのメソッドが第一 X にわたってくるので、それを呼び出した後に2倍してあげたりとか、その前後に処理を発したんだりとか、まあ、こういうことができますと。で、そうすることによって、ポポポポイみたいな感じでできる。さつ、はい、こんな感じでできますと。XXX の呼び出しの前と後にこれが実行されて、で、それ返ってきた値がここで表示されていると。こんな感じですね。で、そして、なんだっけ、ムーね。で、ムーはこんな感じで、DSL でクラスを定義することができて、Foo っていうパッケージ、Foo っていうアクセスがありますよとか、そういうか、アクセスっていうか、メンバー、変数がありますよとかいう感じで定義してあげて、まあ、こんな感じでやることができると。で、これも実行するんで、そんな感じのやつなんですけど、メタオブジェクトプロトコルといって、メタっていうメソッドが入ってるんですね。そっけいでメソッドを追加したりとか、そういうことができます。なので、こうやってセイメソッドを追加して、まあ、こういうふうに呼び出すと、今追加したメソッドが呼び出せるっていう感じですね。そしてですね、まあ、同様、さっきのクラスメソッドモディファイアとすると同様に、まあ、こんな感じで、before, after, around みたいな感じのやつもできます。で、最近はムー、こういう、今使ったムーってやつが熱いので、まあ、それを使ってみるといいと思います。はい。そういう感じですね。で、ちょっと急ぎ足なんですけど、まとめとしては、まあ、パッケージの情報とかを得るためには、クラスインスペクター、パッケージスタッシュ、シンボルテーブルなどを見ることによって、まあ、大体の情報を得ることができます。で、まあ、より詳しい情報を見たいときは b.pm を使ったりとかします。で、そして、メソッドで、パッケージにメソッドを定義したり、パッケージを定義したりっていうときは、パッケージスタッシュを使ったりとか、あるいはシンボルテーブルを直接いじったりとか、メタボジェクトプロトコルを使いましょう。で、最後の手段としてストリングイーバルがあります。最後の手段です。はい。というわけで、もう一度重要な
をお伝えするんですけど、あのテストスクリプトを書きましょう。そしてなるべく既存のモジュールで問題を解決しましょう。なるべくシンプルにモジュールとして切り出してそれを使いましょう。はい、って感じですね。で最後なんですけど、僕も Y ファクトリーっていう会社で働いてるんですけど、まあちょっと会社の紹介として、まあ結構モダンなパードを使っているプロジェクトが多いですよ。